二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。よっ、これをご飯、父ちゃんがすぐに助けてやるからな。でたらめを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。お遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。
もうお遊びはこれまでだ。やめりゃこれまでだ。生意気な。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。もうつかんだぞ。貴様、いつの間に。手貸したぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットの奴が己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、
遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい、楽しんでおくんだな。なるほど。そういうことだ。悟空ってば、お前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構、嫌なもんだな。まあな。でも、安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様じゃったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。一年後にやってくるという二人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。